皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お寿司です。旦那氏です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ランドベースというフィールドへお邪魔しています。初めてのところですね、こちらはね。そうです。どんなところですか、こちら。こちらは1日1組1組1組です。うん、限定ですね。限定限定で貸し切りでキャンプができるフィールドとなっております。素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。いいですね、本当にね。なんか お正月チックですね、ちょっとね。そうで、正月だからパリピでパリピテントもなんか正月チックなテントになってますね。金が新年ガションガションあれ、お寿司なんか、なんすかそれ。これロスコのウールブランケット。どうしたんすかそれ。なんとチロさんからのプレゼントです。おー、チロさんありがとうございます。ありがとうございます。イタリア軍幕なのに US でございます。 US いいでしょ。めっちゃあったかい。これあったかい。座り心地いい。めっちゃいい。あ、そうですか。かけてもいいんだよね。そうだね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。新テントです。はい。DOD のかまぼこテントです。こちら、新幕ですね。かっこいいね。新一発目なんでね。うん。色はオリーブになってます。はい。どこら辺がかまぼこなんでしょうか。かまぼこ、本来は、うん、縦長なんですけど、こちらファスナーつけました。はい。ファスナーつけて、跳ね上げにして、パップテントみたいな形にして。パップテントやん。はい。今年も私は群幕でいきたいと思います。はい。はい。で、薪ストもインして。そう。で、これがね、僕もシローさんからもらったウールブランケットですね。そう、ウールブランケット、こちら、旦那氏も使わせていただいております。知ってます。旦那氏は広げて使ってるんですね。そうですね。うん。こんな感じで、去年と変わらず。今年も。そうです。私は男として、群幕使いとして、これを貫いていきたいと思います。よろしくお願いします、皆さん、今年も。はい、よろしくお願いします。はい、で、今日はおなじみ。はい、誰です？なるくんでございます。なるくんでーす。なるくん得意ですからね、あの T シャツ、本当に。お、お寿司もそういえば？あ、そう、お寿司トレーナー。お寿司はトレーナーの方ですね。はい、トレーナーです。今日は飲むぞ。飲むぞ。じゃあ、今日も3人でやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お昼は、マグロたたき丼にします。静岡本わさび。何？あ、かけていく感じですか。そう、ネギトロ丼にかけて食べますよ。あ、うまそうじゃん。最高じゃん。正月からネギトロ丼になって贅沢ですね。では新年明けましておめでとうございます。乾杯。乾杯。普通みんなで乾杯するんじゃないの、乾杯って。ね、まだこのキャンプは自由と聞いたので。人のパクるな、本当に。じゃあ、主さん。パクるんじゃない、本当に。何でもパクりやがった、本当に。いただきます。写真撮影でもしようかしら。うん。ああ、うまい。最高だな、これ。わわ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 。何をやり方。何やってんの。どうですかこれ。何ですそれ。2023年新年特別バージョン両側。
これを共感できる人は、ヘッポコフェザー協会に入ってください。うん、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。皆さん頑張りましょう。年会費は30万円です。何ですか、今から。時間だよ。何の時間ですか？着火の時間だよ。2023年最初の着火ですか？はい。はい。頑張ります。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これぞキャンプでござ、どこ来てんのよ。ミスった、ミスった、ミスった。はい。よろ、じゃあ、一発目。ちゃんと映してよ。そうですね、一発目だからよろしくお願いしますね。はい。はい、ちょっとちゃんと映してよ。着火だって面白くないんだもん、最近。ほら、あ、フェザー、フェザー、フェザー。フェザー。あ、あら、あら。なんで消えんだよ、お前、撮ってねえときに。第2ラウンド。温度いけっかな？あ。いけないんちゃいます？なんで今年になってヘッポコ声が戻ってきて。2023年スタート良くないかもしれない。あうん、立ち込めてますね。良くないかもしれない。今年のキャンプは。呪われてる。火つけられないかもしれない、今年はね。つけられないかもしれない。いや、ない、出た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 。はい、出たよ、出たよ。ライターでも火つかないんで。もはやもう、なんでもありですね。さっきまでキャンプっぽいことしてたのに。これもキャンプだよ。もう、違う、これ、町内会のおじちゃんのあれだよ、お前。完全に。一斗缶に焚き火するやつ。そうそうそう。ようやくです。やっとです。なんだかの3年かかりましたね。じゃあ旦那氏も着火です。はい。それお前がどんだけヘッポコだっていうか、もうこの時点で全然違うよね。まあ、なんということでしょう。お寿司とは違うんだ、俺は。あっという間についてしまった。こうなるわけですよ。どっかの映画さんは手こずってましたけど、文明の力とかに頼ってね。うん。まあ、そんなことしなくてもこういう風になるわけですよね。勝手に言ってろ、アホ。ふざけんな、お前。離婚だ、離婚。新年早々離婚。紹介のコーナーでーす。何あれ、何あれ、リフレクターみたいについてるけど、あれ見ないで。毎度おなじみガッツさんからの贈り物です。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はね、はい、禁酒セットとなっております。ああ、飲みすぎてるからね。飲みすぎてるから。お酒は1本入ってたんですけど、それは今日置いてきました。あ、そう、はい。中身はどんな感じですか？わさび空いてますね。そう、さっき食べました。ネギトロ丼で、はい、スパイスソースのカレー、うん、カレーのスパイスソース、はい、わさ BBQ、 わさ BBQ、 わさ BBQ、 いわしこ、いわしこ、うん、いわしこ、いわしこ、それいわしこ、いわしこ、いわしこ、それは俺だ、俺のホームランを頑張ってください、これでね。はい、バントオンリーで、おやつカルパス、あれ、バレちゃう、バレちゃう、あらららららもうねえじゃん、これ。お父さん食ったんじゃん。好きなんだ。食べちゃったんや。好きだからって紹介する前に食べちゃう人いるけ。食べてから気づいたんだよ。紹介してねえやと。というわけで、はい、これを今日はいただきたいと思います。ガッツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご飯の前におつまみ。おつまみ？うん。この間、おじきとおばばが送ってきてくれたやつに入ってたやつ。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。おじじい、おばば。サンマの佃煮。朝飯に一番です。これを温めていきますよ。はい、ストーブで温めまーす。では、本日お寿司がいただくのはこちら。豆乳しゃぶしゃぶ。芯がなくなってから
豆乳プシュ。しゃぶしゃぶですか。そう。新年一発目からしゃぶっちゃうんですか。そういう使えないから。なんでよ。別にいいでしょ。別にしゃぶしゃぶだもんだって。全然全然大丈夫だよ。いや、しゃぶしゃぶします。違う、しゃぶらせていただきますでしょ。これはちょっとガイドラインに反するコンプライアンスだね。でこれね、もうお湯、ああ沸騰させて液体あれしてあるから、はい、テレビで見たのよ、うん、千切りの野菜を入れて、うん、なんか変な人通ってっけどお兄さん顔映ってるぞ、こ今キャベツと人参、大根、千切りを持ってきました。おお、なんかシチューみたい。豆乳だからね。あ、豆乳か。豆乳鍋にお肉を投入いたします。いいですか？はい、しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。これをね、はい、千切りにした野菜と一緒にお肉を巻いて食べるんだって。千切りにした野菜。へえー。これが美味しいらしい。あ、そうなの？で、目覚ましテレビでやってた。新しいしゃぶしゃぶ。いただきます。ね、はい、うん。どうですか？おはね、うん、豆乳の味する？うん、これ香る柚子って書いてあるんだけど、うん、柚子が香ってる。おいしい。できねえやつのコメントなのそれ。そのまんまじゃねえかよ。濁り酒、ゴロハチ？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 わからん。ユーシングアウトドアさん。はいはいはい。赤羽あんこと一緒にいただきました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。早速いただきます。ジャパンですか？ジャパンです。濁りだけ。お、今回はあれなんだね、うん、上積みみたいな飲まないんだ。なんでそういうこと言うんだよ。失敗したなと思って。これ来た。ではいただきます。トクトク言ってる。トクトク。はい、乾杯。はい、乾杯。皆さん、新年明けましておめでとうございます。乾杯。はい、今年もよろしく。乾杯。乾杯。うまっ。新年一発目に半年いただきました。あ、うまっ。うまい？うん。どんな感じなの？固まっちゃったよ。そう言われてもね、うん、うまいんだって。あ、そうか。うん、さっき3万もさ、これ。あ、3万もいいっすね。うん、見せてください、こちらで。温まってますね。温まった。お、すごい湯気。ご飯にかけてもいいらしいよ。ああ、うまそうだね。俺、魚食わないけどよ。うまいんだよ。うまい、うん。その味付けは好きだよ、俺も。甘じょっぱくてね。うん。骨が嫌いなんだ、俺。魚系は骨が苦手なの。これも食べれるか、これ。何？これも。うん。食べれる。歯が抜けてる。美味しい？うまい。うん。今年も。今年も皆様に支えられて頑張っております。うん、おしゃんねるです。あ、うまい。皆さんごちそうさまです。最高ですね。ありがとうございます。それ初耳だわ。はあ、うまい。いいですね。うん、最高。はい、では本日の旦那飯。はい。2023年一発目の旦那飯は焼肉。こちらは何ですか？こちらは豚肉となっております。豚バラですか？豚バラでございます。はい、やっぱり焼肉といったら豚ですね。豚バラですか？まず豚、油を落として。そうです、カリッとした豚肉が大好きです。うわー、透けてんな。今年度も透けてる。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。見たまえよこれ。うわ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 、やば、うまそう。で、本日はわさビービーキュー。わさビービーキュー、あ、ガッツさんにいただいたやつですね。そいつでちょっと一発やってみますか。やってみましょう、うん、わさび風味のあれかな、スパイスかな。ではいただきます。はい、実食実食で、
見えますか？それ手黒いから。いただきます。はい。うん。めっちゃうまい。後からわさびの味が来て、うん、最初肉の旨味がこう来るのよ、うん。その後から噛むと、うん、わさびの味がして、うん、結構かけてもいい感じですか？結構かけてもいい感じ。多分結構かけたらまずあの一発目からガツンとわさびの味来ると思う。続きまして、炭塩。炭塩。うん、炭塩と、うん。次、トントロですね。あ、トントロ舞台参上ですね、久々の。2023年トントロ舞台集合してください。はい。集合。集合です。結構厚切りのタンですね、結構。あ、そこそこ、ペラペラじゃないですね。そこそこね、こっちはペラいな。いってらっしゃい。おぉ。トントロさん、いってらっしゃい。うわ、この網目。うまそう。見えますか、この網目。では、タンも行かせていただきますよ。はい。うわ、いっぱいかけて、それ大丈夫け？大丈夫だよ。かけすぎじゃねえの。全然大丈夫だ。大丈夫け？うん。よいしょ。かけすぎた。かけすぎた。鼻つーだ。うぅー。かぁ。かぁとか言って。デスの元って書いてあるね。あ、新しくなってる。おデスコですか？そうです。やばい粉です。やばい粉ね。仕入れました。高かった今回は。高かった。600万円です。600万円もすんだけど。600万円、これで600万円取られました。600万円系。分割払いです。600回払いです。1回に100万払うの？ 1 万です。あ、そっか。どんな計算だおめえ。600万で1回100万だおめえ。どんだけ金払うんだおめえ。ふざけんじゃねえよ。バカ誰が。いえ。いやこれですよ、これ。でもそれで結構多めにかけちゃっていいのよ。そうなんだ。これね、いやらしい。中毒性があるから、うん、最初ちょこっとかけるじゃん。うん、どんどん量増えてっちゃうの。うん、で、リピーターになって、こういうことになってしまうんですよ。やばいやつじゃん、完全に。そう、離れられない。でもそれがないと生きられなくなってしまう、ね。そうなんですよ。そういう体にされてしまうんですよ。皆さんはダメですよ、真似しては。じゃあ、いただきまーす。はい、トントロでーす。やはりね、うん、トントロはうまいよ。うまい。うまい。大体トントロ舞台の皆さんもこの味に惚れて舞台入りしてますから、うん、最高ですよ。やっぱり皆さんまあ油が好きなんですね、うん、程よくちょっと油をの落とし、そうです。じゃあここからあの今でとりあえず動画 OK っていうことで、うん、あとはもう自由時間ですね。そうです、一人であのちまちまやってますんで、はいはい、どっか行ってください。あ、すいませんでした。じゃあ失礼いたします。はい。あ、もう、一気焼きですか？一気食いですか？当たり前だっぺ、おめえ。あんな動画のためだよ、あんなの。こんなんちまちまやってられてる。秒で食い終わっちまうもん、俺。何がいいっすか？大根、ちくわ。うん、おでん屋さん。あとなんだこれ。なんか、ごぼう入ってんのと、卵。うん。うん。うん、あとなんだこれ、ソーセージか？うん。あ、汁もいっぱいから。あ、そうっけ、うん。食って食って。じゃあね、大根もらおうかな。うん、あ、大根ね。じゃあ、入れ物。うん、はいはいはい。あ、よし。これセブンだからね。はい、うん、あ、じゃあ美味しいね。美味しいよ。うん。セブンのやつ美味しいからね。旦那市。旦那市。何やる？うんと、なんかごぼうとなんか油揚げみたいな。あ、うまい。いただきます。いただきます。はい、どうぞどうぞ。あ、うまい。うん。これうめんだ。うめえ。セブンだから、うめえの。あれ、セブンは神だと思ってる人いるじゃん。うん、セブンが一番だと思ってるね。うん、セブン、イレブン、いい気分だね。うまいうまい。酔っ払ってんのかな。今日はね、うん、なるくんね、うん、限界まで飲むって言ってたから。ああ、今日は飲んじゃうって言ってたね。トイレだから、うん、トイレが洋式だから、うん、飲むよ。ガッツリ行くって言ってたから。洋式のトイレだとね、強気なんだよね。強気だから。いくらでも出せっか、大丈夫だ。でも、ウォシュレットだとさらに強気で。最高だよね。ではね、本日はね、はい。なんか、ここのキャンプ場の主の方が、うん、オーナーではない主の方がいて、うん、その方が来てくれて、うん、差し入れをくれたんですよね。そう、ビールとね。そう、来て一発目に、えっ！って言われて、その後沈黙ね。
で、何秒かしてから、オスチャンネルさんですかって。うん、マジかよって言ってた、ね。まさかの視聴者さんだったっていうことで、うん、差し入れをいただきまして。ビールの後にわざわざ。そう、旦那氏には、この限定の、いちごスパークリングですよ。すごい、ね。初めて見たよ、これ。うん。ね、どんな感じだか。もう一本飲んじゃったんだけど、こっちは。うん。では皆さん、乾杯。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 あ、いちごですね。美味しい。美味しいわ。いちごの炭酸。いちごの炭酸。好きそう、俺。好きそうっていうか好きだわ、これ。マジで女子だな。後味がすごく甘くて美味しい。おや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 、はあ、うどんです、うどん。俺思いついちゃったわけ。何？お寿司が前さ、オデスコでさ、焼きそば作ってたじゃない？うん。俺もさ、これ使えばさ、うん、美味しいカレーうどんできんじゃねえかなと思ってよ。オデスコ入れてみようと思って。あ、なるほど。カレーうどんにしようって。そう、カレーうどん食べたいなと思って。私は前カレー焼きそば作ったのよ。そう、カレー焼きそばでしょ？うん。これ入れたら、カレーうどんなんじゃないのと思ってさ。うん。カレーうどん好きだもんな。カレーうどん大好き。男って言ったらカレーうどんでしょ、やっぱり。うわ、でもカレーうどんっぽいや。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。あっ、すごいスパイシーなカレーうどんが。本当に出来上がりましたよっていう話だよ。うん。最後ネギをパラパラっとちりませて。彩りですか？彩りです。完成、あんなし特製、オデスコカレーうどんでございます。あんなしはこれで締めたいと思います。はい。あ、豚麺は今日は食べないんですか？あ、豚麺はね、まあ、諸事情により。食えたら食ってやっかなって感じだね。いただきます、ちょっと。はい。もううどんで腹いっぱいになってしまったようですね。うまい、うまいけど、うん。もうちょっと煮込んだ方がいいわ。もうちょっと煮込んで、うん。味に深みを出してから食べます。じゃあ私は、このままカレーうどんを食べます。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ食べる、次食べるところはもう取らなくていいんですか？もう大丈夫ですよ、もうこれ以上は。あんまり面白いこと言えないんで、僕は。じゃあこれにて失礼させていただきます。はい、すいません。よろしくお願いします。はい。はい。締めの豚麺でございます。シーフード味。うま辛じゃないよ。普通のシーフード。そう、普通のシーフードなんかあったんだって感じだよね。ね。ダイソーで行ったら見つけたから。そう、普通のシーフードね。うま辛シーフードじゃなくて。そう。いや、やっぱりあれですね。周りに人がいないと動画も撮りやすいですね。ね、もう皆さん絶好調ですよ、さっきから、本当に。僕は一言も喋ってないですけど。一番ペラペラちゃう。ああ、でもない、こうでもないって、本当にうるさいこと、ほんと。あ新年一発目いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。今年もいい年になりますよ、あなた。いただきまーす。はい、どうぞ。ちょっと待って、豚麺なのにシーフードってどういうことよ？確かに。もう豚麺じゃないね、それね。豚麺じゃないじゃん。シーフードラーメンだね、それね。シーフードラーメンじゃない。まあいいよ、美味しいから。クレマみてだな。シーフード味よりやっぱ豚骨の方が好きだったな。もう美味しかったです。ごちそうさまでした。現在の気温マイナス28度です。そんな寒くない？やばいよ。俺の体感の話だから、これ。体感ね。マイナス28度は言ってる。多分本当はマイナス1度か2度くらい。すっげえ寒いんだけど、俺。ですね、なんかもう、ぬくぬくしてますね、これ。そうです。こいつなんか、いい感じですか、これ。あ、これ結構ね、あれだよ、100均で買ってきて。うん。なかなか役に立ってる。あ、本当に。調子いいわ。これストーブ消して寝るからね。そうね、ちゃんとあれ、ね、うん、危ないから。うん。そこよろしくお願いしますね。はい、了解です。では、おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。コップの中のお水の残ってたやつはちょっと凍っちゃってた。あ、これ指は豆できました。ほくろみたい。
はようございます。おはようございます。今朝はもう朝のコーヒーを飲み終わりました。あ、飲み終わったんですね。暖かいね、ぬくぬくしてますね今日は、うん、ですね。日が出てきたら暖かくなって、朝の気温は今日はマイナス56度だった。じゃあ朝ごはん食べましょう。はい、はい、旦那市の朝ごはんです。はい、旦那市の朝ごはん。旦那市の朝ごはんはこちらのイワシ粉、こちらのイワシ粉を使って焼きそばです。朝は焼きそば。焼きそば、焼きそばを食べます。あ、イワシ粉の焼きそばですか。焼きそばです。焼きそばね。焼きそばね、うん、もう絶対合うでしょ、和風だから。和風だから合う、うん、焼きそば、うん、こちらを作っていきたいと思います。はい、はい、焼きました。はい。焼きましたっておかしいでしょ。ソースをかけまして。俺はペヤングに一言言いたいよ。なんて？いやさ、うん、ケチじゃねえと思って。うん。あ、この火薬の量？火薬の量だよ。添加数が少ないって。そうだよ。おい、添加数。揚げ玉ボンバー知らないかい、君。揚げ玉ボンバー。そうです、揚げ玉入れます。そして、はい、イワシ粉。あ、それにかけんだ。そうです。イワシ粉をまんべんなくいきますよ。はい。多いですね。結構かかった。パッパッパ。はい。旦那市の朝ごはんは、焼きそばです。イワシ粉トッピング。です。フューチャリングイワシ粉で、ね。はい、いただきまーす。はい。うん、これはうめえわ。すんごいうまい。何がうまいの？イワシコがうまい。イワシコがうまい。あ、イワシコがうまいんだ。むしろ、もともとのこの味がよくわからん。イワシコがっとりきてて美味しい。うん。うん。どっこでいい？どっこ、ってやんでいい。朝から絶好調ですね。じゃあ、旦那市こんな感じで食べていきますので、よろしくお願いします。お寿司の朝ごはんは、カレーです。カレー飯ですか。はい。二人ともカップラーメンね。そう。やる気ねえから、もう朝から。朝はね、簡単に済ませたい。ね。こちら、お湯をと入れます。トク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 。2023年はね、うん。頑張らないことを頑張ります。こちらのカレー飯ね。ほうほうほう。これにこれ入れます。あ、もらったスパイスですね。これを入れると、うん、なんかレトルトのカレーも美味しくなるらしいんだよ。うん、本格的なカレーに早変わりですか？変身するらしい。じゃあ、食べてみてください。どうぞ。いただきます。はい。どうですか？インドですか？インド。インドじゃない。どこ？日本。濃厚な。カレーになった？うん。スパイス効いてる？これ。急にね、うん、深みが出た。お寿司じゃなかったらな、みんな、ってなるんだけど、お寿司の場合は、あっそうで終わっちまえよ。はい、では、片付けが完了いたしました。やっぱ貸し切りはいいですね、自由で。いいですね。あんまり気を使わないし、周りにね。うん。とても素敵なキャンプ場でございました。また来ましょう。はい。はい。では、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まったねー。チャンネル登録よろしくね。私もよろしくよ。私もよろしくお願いします。